こんにちは、ミッキーです。今回は二子玉川からおしゃれカフェ6000をご紹介したいと思います。私自身 IT の仕事をしているということもありまして、どうしても二子玉川というと楽天さんのイメージが強いんですけども、他にもルーキーズの二子玉のイメージがあったりとかする方もいるかもしれないですね。今回はそんな二子玉川から、特にですね、フードでおすすめができそうなおしゃれ空間、おしゃれカフェなんてところを紹介していければと思って動画を作ってみました。ちょっとランチに使えそうなカフェもありますので、ぜひちょっとした休日とかに一息つきたい、そんな場所に使っていただければと思います。あとは自然との調和がとても素敵な街でもありますので、そのあたりも楽しんでいただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは、二子玉川駅から歩いてすぐのところにありますこちらのチョップドサラダデイズというお店でございます。こちらのお店では気分も良くなるような健康体験を食からといったことを思いに込めまして、新鮮な食事を提供するチョップドサラダ専門店になっています。店内で下準備した良質な食材をその場で調理し提供してくれるところが特徴的になっています。こんな感じで上には英語で書かれたメニューがあったりするんですけども、この目の前で調理してくれるところがとても嬉しいところですね。なので下準備をした野菜が新鮮な状態で調理されてそのままで運ばれてきますので、野菜をですね、新鮮な状態かつヘルシーにいただくことができるのではないかなと思っています。私はこの日はメキシカンをいただきまして、あとですね、お店の方にお勧めいただきましたのでグリルドチキンをトッピングにしていただきました。こんな感じでサラダなんですけども非常にボリューミーですね。なのでとてもボリューミーである一方をヘルシーにいただくことができて、ダイエット感覚で楽しんでいただくのにもとてもいいかもしれないです。そして今ありましたチョップドサラダデイズが所属しているのはこちらの二子玉川ライズというところになっています。こちらのライズさんにはたくさんのお店が入居していまして、ファッション系の H&M とかユニクロはもちろんですけども、雑貨屋さんとか日常使いができそうなお店がたくさん入っているので、こういった大型の商業施設がこの二子玉川にお住まいの方とか、それこそ前回ご紹介させていただいた大井町線沿いの方々の生活を支えているのかなといった感じですね。そして次にご紹介しますのはこちらのキーマ堂というお店でございます。こちらのキーマ堂さんは2021年の3月にリニューアルオープンをしたばかりだということで、オープン自体も確か2020年にできたばかりだということですね。で、なんといっても特徴的なのはスパイスカレーというところで、ラム肉と豚肉に25種類のスパイスを加えて小麦粉を使わずに無水で作り上げるグルテンフリーのドライカレーが自慢だということでございますね。グルテンフリーのお店っていうのはやっぱりこう健康志向な方には特に気にしたい部分なのかなと思います。実は健康の本とか読んでみると、自分自身が小麦にアレルギーがあることを気づかずに生活されている方もいらっしゃるので、もしかするとグルテンフリーの食事を1週間ほど試していただいて体調が良くなったなんて方に関しては、おそらくですね、普段使っている小麦の成分が体に悪さをしている場合もありますので、こういったお店を活用しつつ、ちょっと自分自身の体を見つめ直す機会にもしていただけるといいかなと思っています。そしてこんな感じでメニューは結構豊富にありまして、カレー自体も看板メニューのキーマカレーはもちろんなんですけども、その他にもビーフカレーとかチキンカレーも頼むことができます。私はこの日は和風のキーマカレーセットを後で包むんですけども、こういったサラダとかがついてくるセットを頼みました。で、そのセットはこちらになっていまして、和風キーマカレーとあとはマンゴーのラッシーをいただきました。で、こんな感じで卵が乗っかっていまして、こちらはスパイス卵という形なんですけども、これが見た目のアクセントになっていてとても嬉しいですよね。で、実際に味わってみると、こう見た目の割に結構ボリューミーなので、満足感がある食べ応えにすることができるかなと思っています。たまたまこの時は大盛りも無料だったので、タイミングによってはお得にいただくこともできるかもしれないなと思っています。こんな感じで卵を割ってカレーと一緒に食べていただくととてもいい体験になるかなと思います。で、せっかくなのでもう一軒カレーのカフェをご紹介したいと思っています。こちらはオキシモロンというところでありまして、高島屋の中に入っているカレー店になっています。
カレー店ではあるんですけども、ここの魅力はちょっとカフェとしてご紹介させていただいている背景にもなるんですけども、カレーだけではなくてスイーツとドリンクも一緒に楽しめる場所になっています。いずれのスイーツに関してもドリンクに関してもとてもこだわりがありまして、例えば固めプリンなどのスイーツはとても人気ですし、コーヒー自体もカレーに合う深入りだけではなくて浅入りも頼むことができますので、食後のコーヒーとしても十分に楽しめるようなそんなお店になっています。私が伺った時にはこちらの和風キーマカリーに合わせてお店のおすすめでもあったので、ストロングコーヒー、つまり深入りのコーヒーの方をセットでいただきました。続いてご紹介しますのはこちらのグルテンフリーカフェ玉空編さんでございます。こちらは先ほどご紹介したキーマ堂のおそらく系列店になっているかなと思っていまして、こちらのお店ではまさにグルテンフリーの品をふんだんに揃えていますカフェになっています。特にこちらのお店ではスイーツを味わえたりというところが魅力的になっていまして、素材にこだわり体に優しい食べ物飲み物をいただけるような空間を目指しているということです。まあ、こういったグルテンフリーの提供によって、このお店では大切な人がいつまでも元気で心身ともに健康でいられるように、自然に近いものを皆さんに提供したい、そんな思いを込めて商品開発、メニュー開発をされているということですね。こちらのお店も2018年にオープンしたばかりになっています。グルテンフリーの品としましてはパンやスイーツがメインになっていまして、その他のドリンクとかも同じようにグルテンフリーになっていますね。はい、で店内の内装もとてもおしゃれで素敵な空間になっていまして、それほど席が多いわけではないんですけれども、こじんまりと隠れ家的空間で楽しんでいただくことができそうな空間になっています。で一つ一つのこういったインテリアとかも素敵なので、ぜひお立ち寄りの際にはカフェのメニューとかと合わせて写真撮っていただくといい思い出にもなるかもしれないなと思っています。こんな感じの額縁とかライトとかもとてもおしゃれで素敵ですよね。やはりこういったコロナ禍において食事を見直す機会というのもだいぶ増えてきているのかなと思いますので、先ほども申し上げましたけれども、グルテンフリーとかもそうですし、あとはノンアルコールドリンクなんかもこの街では楽しむことができたりという店も結構ありましたので、まあ、こういった機会にぜひ皆さんの食生活改めていただいたりとか、まあ、ちょっと実験ライクに楽しんでいただくのもいいのかなと思っています。そしてこちらがこの日にいただいたソフトクリームとアールグレイチーズケーキ、あとはセットコーヒーになっています。もちろんいずれもグルテンフリーで提供されているものでございます。このソフトクリームもとても形が綺麗になっていますし、アールグレイチーズケーキもですね、このアールグレイの香りがちゃんと生地に染み込んでいて、この甘いんだけれどもさっぱりした印象を得るような、そういったチーズケーキになっていました。あとセットコーヒーもトラジャコーヒーというアラビカ種になってますので、とても高品質なものになっています。続いてご紹介しますのはこちらのカフェ&グリーンロンロンさんでございます。こちらは今回ご紹介する中でも特に隠れ家的空間だなと思っていまして、一見花屋さんなんですけれども、花だけではなくてカフェも楽しめるといったとても極上な空間になっています。でこちらのお店のコンセプトは森林浴を楽しめるカフェだということですね。こんな感じでお店の外にはこの時はロンちゃんというカメさんがいらっしゃいまして、ちょっとこういったカメの観察をするというのも一つの楽しみ方かなと思ってます。店員さんもとても大切に育てられている印象で、そういった心遣いもなんか素敵だなと思いました。店内入っていただくと、もう本当に緑あふれる空間で、お店の中はもちろんこう森林の中ではないんですけれども、森林浴を楽しんでいるかのようなマイナスイオンがあふれる空間になっていました。でこちらではこういった植物も売られていまして、あとはたまにワークショップなんかも開催されていますので、まあ、こういったおうち時間が大事にされている今のご時世だからこそ、こういった花に対する知識とかも深めていただいて、こちらのお店ではまさに植物とあと食物を両方楽しめるような時間を過ごしていただけると、より楽しむことができるかもしれないですね。で店内ではこんな感じでカウンターの席もあったり、あとはテーブル席もいくつか用意されていまして、そんなに席数は多くないんですけども、割とゆっくりと楽しむことができたかなと思っています。でもちろんこう植物もなんですけども、こういったインテリア、先ほどのグルテンフリー玉空編さんもそうでしたけども、やっぱり二子玉川のカフェは普通の街とはちょっと違う少し上質な空間を提供されているなといったような印象を受けています。で結構こう背の高い植物なんかもあって、いい意味でここがパーテーションになっているので、実はこういったところも感染症対策になったりするのかななんていうことも考えながら、ちょっとですねコーヒータイムを楽しませていただきました。そしてこちらのお店では注文後から丁寧に自家製ドリンクを作ってくれたり、
あとスイーツ自体も自家製のプリンやシフォンケーキ、あとは期間限定の自家製スイーツが絶品になっていますので、ぜひ、気分に応じて頼んでいただきたいなと思っています。またリピートしていただくことで、そういった味わいも一つ一つ食べ比べをすることができると思いますし、今は夏で暑いので、そういった涼しげな自家製ドリンクを楽しんでいただくのもいいかもしれないです。そしてこちらはこの日にいただいたカフェラテと、あとは日替わりのケーキになっていますね。こんな感じでカフェラテにはラテアートもしていただけますので、こういったところもとても写真映えするなと大印象です。そしてこちらのケーキはこの日はですね、グレープフルーツとチョコチップが混ぜ込んであるチーズケーキをいただきました。続いて少し場所が戻りまして、今度は二子玉川ライズのテラスマーケット側に足を運んでいます。このテラスマーケットを抜けた先にはとても綺麗な景色があって、後でご紹介するんですけども、ここ自体も本当にですね、高いビルとかが圧迫感があったりしないので、とても広々とした空間の中でゆったりと時間を過ごすことができそうな空間になっています。椅子も結構あって、天気がいい日なんかにはここに座って読書をされたりとか、あとは買い物の休憩に少し腰を下ろしてなんてこともできますので、そういった時間の使い方にも利用できるかなと思っています。で、ここの空間も本当広々とした空間でありながら、緑がちょこちょことありますので、こういったマイナスイオンを感じることもできそうです。そしてこの二子玉川ライズのテラスマーケットを抜けた先にありますのが、こちらの二子玉川公園になっています。ここも本当に緑あふれて、この時特にですね、天気が良かったので、青空も相まってとてもいい景色になってるかなと思っています。で、地域住人の方々とかも結構ワンちゃんを連れてお散歩されたりなんて方もあって、時折こうワンちゃんの飼い主さん同士の井戸端会議みたいなのも開かれていて、本当に暮らし向きが良さそうな方々が多いような空間だなと感じたのは、ここの二子玉川になっています。昼間なのであまりそういった方いないですけれども、ランニングとかにもちょうど良さそうだなと思いますので、運動不足がある方なんかもこの公園を使って、それこそあまりジム代かけずに楽しむことができそうですよね。で、あとは緑の芝生もありますので、ちょっとピクニックがてらテイクアウトをしたカフェのメニューとかを使いながら、おのおのの時間を過ごしていただくのもいいかもしれないです。そしてこちらスターバックスコーヒーの二子玉川公園店をご紹介させてください。ちょっとメニューを紹介するのもあれかなと思って、外の様子だけはご紹介するんですけども、ここはぜひ行っていただきたい場所になっていまして、その理由はスターバックスにはコンセプトストアがあるというご紹介を以前のスタバ特集でさせていただいたんですけれども、そのうちの一つになっています。全国でおよそ20店舗ぐらいしかないようなスターバックスのコンセプトストアになっていまして、東京ではここ含めて 2,3 店舗しかなかったと思いますので、ぜひですね、スターバックスを好きな方はなおさらですし、あとはカフェ巡りが好きな方も、こういったスターバックスのこだわり店舗ってこういうところなんだっていうところを感じていただくのにもとてもいいかなと思っています。そしてこちらはスターバックスを少し抜けた先にある河川敷ですね。こういった青空の日なんかにはとても空気が美味しくて、見晴らしも良くて、とても素敵な時間を過ごせるかなと思いました。以上、今回は二子玉川からおしゃれカフェを6選ご紹介させていただきました。今回はランチにも使えそうなカフェをいくつかご紹介させていただきましたので、ぜひですね、ランチ含めて二子玉川の街、先ほどご紹介した二子玉川ライズで買い物をしたり、ランチをしたり、あとはご紹介したカフェでカフェタイムを楽しんだり、いろいろな楽しみ方をしていただければと思います。あとは二子玉川公園もとても天気がいい日にはいい時間を過ごせると思いますので、ピクニックらしくちょっと歩きながら運動不足の解消と、あとはグルテンフリーなどの健康素材を使った食事を楽しんでいただいて、少し生活のクオリティを上げられるような、そんな時間にしていただければと思います。もし皆さんの方でも二子玉川の魅力まだまだご存知でしたら、コメント欄の方で教えてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。